熱血コンサル基礎産業。皆さんこんにちは、基礎産業山本真史です。今日は選挙資金と融資の裏側、河井夫妻逮捕で思うことというお題でお話ししていきます。先日河井克行案里夫妻が、贈賄の疑いで逮捕されましたですね。弊社の本社住所も選挙区内だったんで、よくわかってるんですが、すごく多くのお金をもう手裏剣のように配ってますね。どうも新聞とかを見てると、今回の事件のポイントで自民党からもらった1億5000万円で配ってるんじゃないかというところが、争点になってるみたいなんですけども、ニュースのリンクを概要欄に貼っておくんですが、このリンクを見てるとそのまま使ってるというふうにしか思えないんですね。今回の話で私も過去に選挙資金というのを何件か稟議したことがあるんですが、その経験を踏まえてこういうふうなことが考えられるんじゃないかと個人的に思うことをまとめてみましたので、お話ししていきたいと思います。今回はもう雑談程度に聞いてもらえたらというふうに思っております。今日は主に3つのことについてお話ししていきます。1点目なんですけども、今回の一連の事件の気づきですね。そこについてお話ししていきます。2点目なんですけども、選挙資金を借りるメリットっていうのがあるんですね。選挙資金を借りるメリットと審査を受け付けた時のその審査のポイントですね。今回はここについて私が実際起案をしてみたいと思っております。3点目なんですけども、まとめと思うことについてお話ししていきますのでよろしくお願いします。今回の事件の気づきというのがあるんですね。克行さんが今もう必死になって言ってる話として、自民党から出ていた、その1億5000万の公費というのがあるんですけども、それを贈賄に使ってないっていうふうに言ってるんですね。これについて思うところがあるんですが、嘘だとしても辻褄を合わせることができたんじゃないかというふうに思うんですね。克行氏の融資で対応できたんじゃないかというふうに思うんですね。概要欄にもう一つ、リンクを貼っておくんですが、この記事を見てもらえばわかるんですけども、もともとあんまりお金は持ってなかったみたいなんですね。なんですけども、融資を起こせば普通に払うことができたんじゃないかというふうに思われるんですね。二つ目のお話になるんですが、選挙資金を借りるメリットと審査のポイントについてお話ししていきます。まずそのメリットなんですけども、もう本当この一択しかないんですね。お金に色をつけれるっていうことなんですよ。皆さんが仮にすごくお金を多く持ってたとして、その大半が税金を払ってないというか、払うのを忘れたいのもあるんですけども、悪質な意味でそのお金をこう税金払ってないっていう資金があったとしたら、大きな買い物をするときにそのお金を出すと困ることがあるじゃないですか。あれ、このお金どっから出てきたんかっていうことなんですね。お金を出すのはいいんだけど、それがどっから出てきたかっていうのはバレたらまずいということになるじゃないですか。お金を持っていてもあえてお金を借りるということはよくある話なんですね。今回はもうそのすでに1億5000万が入ってくるっていうのが分かってた話じゃないですか。ここが分かってれば選挙資金を前もって借りることができてたんじゃないかというふうに思うんですね。直接その公費が入ってきたものをそのまま引き出して払うんじゃなくて、融資を先にそこつなぎ資金を出してここで払っておけば、直接その資金は行ってないですよということが、その証明することになるので、今回の話なんですけども、やる前にこのことについてよく考えてればよかったんじゃないかというふうに思うんですね。選挙資金の融資の審査ポイントというのは3つあるんですが、1点目が勝てるかどうかということと、2つ目が保全がどうなるかということと、3点目になるんですが、返せるかどうか、どうやって返すんですかということなんですね。選挙資金でいくと、負けたら一括で回収して、勝ったらその分割で返済するっていうケースがよくあるんですが、この3つのポイントをもとに私も起案した時には、その新人か現職かというところは審査の大きなポイントというところになってましてですね、現職というのは過去にその勝ったところの勝ちぶりというか、どのぐらい引き離して勝ったかというところのデータをもとに、その今回の起案というところに切り替えていくので、非常に審査がしやすいというか、そういうのも一つの判断材料になってたんですね。二つ目は保全ですね。ここに関してはあんまり問題がなかったんじゃないかと思うんですね。1億5000万がもう入ってくるって分かってるわけだから、例えば3000万円ぐらいを先行して動きたいからということでお金を借りるというか、例えば備品を買うとかですね、そういうふうないろんな口実をつけて借りるということに関しては問題なかったというふうに思われますね。それと3点目になるんですが、どうやって返すんですかという話になるんです
が、これに関して言えば、例えば勝てば本人の給料で返していきますよというのはもう全く問題ない話だというふうに思うんですね。夫婦ともに政治家になるんで、まあ1年ぐらいでその、まあ、分割で返していきますよというと返済の可能性というのは非常に高いということになりますので、ここについても問題なかったんじゃないかというふうに思われます。今回のお話では最終的に資金が枯渇したから金融機関から借りたということになるんですが、この時点では選挙で勝っているということになりますので、身分も確定しておりますし返済できるというふうに思われるので、このようにまあ分割して返すというか、そういうことはできたんじゃないかというふうに思われるんですね。まあ振り返ってみてどう思われますかね。なんとなく融資できそうな感じしますよね。加えて今回のまあそのお話と1億5000万入ってくる部分に関してちゃんと色分けができるということになりますので、普通だったらこのやり方って最初から考えときゃよかったんじゃないかなというふうに思われるんですね。それと3点目のまとめになるんですが、現金の流れに規制をかけるよりも信用供与ですね、ここに一定の規制をかけておかないとこれからの時代難しくなるんじゃないかというふうに思ったんですね。今後こんな話ってもっと出てくると思うんですよ。だって日本の国の現金保有高というのはどんどん減ってきてるんですね。それと自民党から1億5000万も振り込まれてくるっていうのが分かった時点で、こういうふうな組み立てができるというふうに思われるので、このあたりの信用にかかる規制ですね、あとそれに対する罰則というのを考えていかないとこんな話はなくならないんじゃないかというふうに思うんですね。もともとお金を持ってる信用のある人が選挙に勝ち続けるというふうな仕組みになってくると思うので、もっと閉塞感のある世の中になってくるんじゃないかというふうに思いましたので、この動画を作らさせてもらいました。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。 M&A で会社を買いたい売りたい、サラリーマンをしていて独立企業副業で稼ぎたい、会社の資金繰りに困っている、銀行からお金を借りたいけどどうしていいかわからない、そういった方はぜひ概要欄に弊社ホームページのリンクを貼っておりますので、お気軽にお問い合わせください。お金の悩みは必ず解決できます。一人で悩まずにまずは弊社にご相談ください。私たち基礎産業が全力でサポートします。